南外間左に、東跡、右奥に、近道跡、左奥に掘ったて柱建物跡、採用に、坑道跡。夏見廃寺跡夏見廃寺跡の一夏見廃寺跡は、三重県名張市夏見にある古代寺院跡。元々の寺名は、正福寺と推定される。国の史跡に指定されている。伊賀地方南部、名張川右岸の丘陵南斜面に位置する。 1946から1947年、1984から1986年度に発掘調査が実施されている。主要画覧として、近道、塔、坑道、掘立柱建物の遺構が検出されており、斜面上段において、近道を、中央、三重塔を東に配し、斜面下段において、坑道を西、掘立柱建物を東に配する。 変則的な仮乱配置である。発掘調査によれば、近藤は、白宝器の7世紀末用頃、等、坑道は、奈良時代の8世紀前半頃に建立され、平安時代の10世紀末用頃に消失したと、推定される。第五寺本薬師寺演技の記述から、当時の寺院名は、小福寺であったと推定される。特に近道の得意な建築様式、 各種の生物の湿度の点で注目され、中央との結びつきを物語るとして重要視される遺跡になる。地域は1990年に国の史跡に指定され、湿度生物、祖像は2003年に三重県指定有形文化財に指定された。現在は名張中央公園内に位置し、史跡整備の上でで公開されている。第五寺本薬師寺演技。 夏見廃寺展示館展示。夏見廃寺の創建に関しては、第五寺本薬師寺演技の大北王女、最初最遇、も、人気2年、捧ぐため、清見原の天皇根流昭福寺、あざ夏見、本在河国名張軍という記載が知られる。この昭福寺が夏見廃寺跡にあたる可能性が高いとされ、 天武天皇王女の大北王女による発願によって、人気2年に完成したとされる。名張は、紀内の東源とされる、重要地であり、大北王女が、飛鳥カ清見原野宮から東海道を通って西宮に、向かう際には、名張川でみそぎを行ったという。ただし、主張元年の大津美古事人後の大北王女は、財力、権威を失ったとして、今流の中心人物は、 元明天皇であって、大北王女、大津美子を弔うために発願をし、意志を継いだ、岩礁天皇の時に完成したとする遺説も挙げられている。発掘調査によれば、近藤は7世紀末用頃、明、東、行動は8世紀前半頃に建立され、10世紀末用頃に消失したと推定される。近代以降については次の通り。ガラン外観手前に行動、 右奥に掘ったて柱建物跡、左奥に、近道跡、西奥に、東跡。近道跡、東跡、近道線仏壁、夏見廃寺展示館展示。地域は、東西約84メートル、南北約75メートル。丘陵斜面に位置し、南側は、掘ったて柱米東、北、西側は、築地米を持って区画する。地形の制約上。 地域の北寄りにおいて、近道を、中央、東を東に廃し、南寄りにおいて、高道を西、掘ったて柱建物を東に廃する変則的なラン配置である。移行の詳細は次の通り。丘陵斜面に位置することから、各基段は、斜面上部を削り斜面底部に積み上げることで、整地される。また地域を囲む塀の内東、北、西側の築地塀は、 底部幅1.8メートルを測り、本来の高さは3メートル前後であったと見られる。東、西側では両側に、素ぼりの側溝が、北側では、山側のみに側溝が設けられる。瓦の湿度が少ないことから、築地塀の上部は、板吹きと推定される。地域からの湿度品としては、多量の瓦の他栓物、素像などがある。軒先瓦の様相によれば、 近道と、等、高道には、時期差が認められており、近道は7世紀末揚頃、ろ、等、近道は8世紀前半頃の混流と推定される。戦物は、型に粘土を押し当てて作成したレリーフ状の仏像で、大型戦物、方形山尊戦物、大型独尊戦物、連座戦物の6種類がある。近道の建物周囲から、主に出土したことから、 近藤の壁面装飾品とされる。一部の表面には金箔が依存するほか、後五年名を持ち、自動天皇八年の制作と推定されるものがある。また日田武神皇の邸宅跡において、夏見廃寺と同系の生物が出土した点で注目される。素像は、高道の趣味段床面から破砕した状態で出土している。全体像は明らかでないが、羅髪。 足の指、天意が部分的に認められ、一部には赤色顔料が依存する。出土した、生物、素像516点は、飛鳥時代、奈良時代初頭の仏教文化を研究する、上で貴重な資料とされ、三重県指定有形文化財に指定されている。主要仮覧には、火災根が認められており、出土時によれば10世紀末用頃に消失したと推定される。 関連施設、ありがとうございます。